春の観光シーズンに突入した廿日市市宮島。桜の木を見てみると、ちらほらと薄ピンク色の花がほころび始めていました。今日はあいにくの空模様ですが、朝から多くの観光客が宮島を満喫していました。福岡から来たこちらの2人組は、そうですね、やっぱ今まではそんなコロナの影響で行けなかったんで、やっと少しは賑わってきたんじゃないかなっていう。気象協会によりますと、このあと週末にかけて雨が続く見込みだということです。今日の予想最高気温は南部で15度、北部で13度と平年並みで、昨日より大幅に低くなるところもありそうです。